はい、こんにちは、アコです。今日はですね、ユニバを、ぴったりのユニバを入れていきましょうと。現状では調整式のちょっとユニバを入れてるんで、ラップアップさんのやつ、それをちょっとね、ネジ緩んでユニバ取れたとかそういうのもだるいんで、それをね変えていきましょうと。できるだけその走ってる最中にトラブルになるようなことはないようにしていきましょうってことですね。とりあえず今回はこれが入ってました。これを変えていきましょうってことですね。まずはスクエアさんの35mm か、 35mm でちょっと伸びるんだな。もう一個あるのがタミヤさん37、これずいぶん長いな。だとすると今回こちらを使っていきます。広角ユニバーサル用スチールドッグボーン 35mm タミヤ TT01R01R タイプ E 用です。これがクロス、なんだ、クロススパイダーなどなどそのまま使えればいいんですが、どうなんでしょうか。さてさてさて、今回スチール使うんですけど、まあ、こっちもねスチールで結構重かったんで、随分軽くはなります、比べるとね。あ、入った、クロスパイが入りました、バッチリです。そしてこれも使っていっちゃいましょうと。トップラインさん6パイから5パイ変換 RDX 用強化リアアクセル、ベアリングが1060を使わなきゃいけない。今まで1050を使ったから入るけども、1060を入れないと、ここをね、ここで止まってしまう。もうちょっと奥に入んなきゃいけない。だから1060を探しましょう。これだ、60を入れると、あ、やばい、あのスペーサーがいないんだ。はい、この中に1個スペーサーを入れとくやつ、スペーサーを入れとかなきゃいけなくて、そのスペーサーをどこかにポイしてしまったんで、今日は強化アクセルは使えません。 YDK の普通のアクセルもう1050でしょ、1150でしょ、でこっちが1050の 4mm 幅厚か、4ミリ厚で、あ、ユニバを組み立てます。ユニバを作ります。こっちか、よし、
はい、でアッパーをつなげます。ハブをつけます。で、ホイールをつけます。これでバッチリだったら各場所の値をご紹介して終わりとします。うん、バッチリです。うん、はい、私のスーパー電車セッティング、フルバンプした時に今はギリギリ当たんないんですが、ここ、ここ最終的にショックのタワーバ、タワーとホイールが当たってくるとこになります。まあ実際フルバンプ以上のところでぶつかるんですが、その場合の、すべての値を説明いたします。ホイール、こっちはオフセット5です。トップラインさんの5、ホイールハブ、これも見づらい見づらいですが5ミリ、そしてユニバーサルロックボーンの長さは35ミリ、でサスマウントは A です。でサスマウントの中の弾は3番内側です。前側は5番の内側になります。そうすると170ミリ、ギリギリですね。これ以上狭くなるといろんなものが問題出ます。でここ以上はなんかショックタワー削るとか、リアナックルもリアナックルもギリギリなんですね。あと1ミリ行くとホイールのところが、ここね、リアナックルのこのハイアッパーにできるところとホイールがぶつかり出します。あと1ミリ行くとホイールのちょっとしたブレでシャッシャッシャッって擦れ出します。最近 FX 始めました。楽しいスーパー電車ライフをお過ごしください。ありがとうございます。